皆さんこんにちは。袖ケ浦市長の出口清です。袖ケ浦市は高速バスを使うと羽田空港から最短22分、新宿からは48分、交通利便性の高さが特徴です。臨海部には京葉工業地帯の一翼を担う企業が立地しており、内陸部には水田や畑が広がり、温暖な気候を生かして農業が盛んです。市内には1年を通してイチゴやブドウなどの味覚狩りやサツマイモ、落花生の収穫体験が楽しめるほか、東京ドイツ村、ゴルフ場などレジャー施設もたくさんあります。また子育て環境日本一を掲げて、子育て支援や教育の充実に力を注いでいます。それでは袖ケ浦市が誇るさまざまな魅力をご紹介いたします。袖ケ浦市は東京湾沿い、千葉県のほぼ中央に位置し、東部は市原市、西部は木更津市に接し、東京湾アクアラインの千葉県側拠点となる立地の良さと豊かな自然や優れた産業基盤が特徴です。東京湾アクアラインを経由する高速バスが運行されており、羽田空港から袖ケ浦バスターミナルまで最短22分で到着します。その他にも横浜駅、川崎駅、品川駅、新宿駅からの高速バスが運行されています。車での交通アクセスも大変便利で、東京湾アクアライン、東関道立山自動車道、首都圏中央連絡自動車道の高速道路インターチェンジが市の周囲に5カ所あり、各方面と結接しています。また市内の一般道は国道16号線を中心に整備され、高速道路と円滑に接続しています。鉄道は JR 内房線と久留里線が市内を走っています。内房線の駅は袖ケ浦駅、長浦駅があり、東京駅から直通で約60分で到着します。またのどかな風景の中を走る久留里線はのんびり心地よい気分にさせてくれます。袖ケ浦市では子どもと家庭、それを支える地域の人々の笑顔が輝く街を目指して、子ども・子育て支援に力を注いでいます。子育て環境日本一を成し遂げるために、子ども・子育て応援プランを策定して計画的な取り組みを進めています。国基準での保育所待機児童ゼロを達成するなど、子育て世代に大変喜ばれています。袖ケ浦子ども館は子育て親子が安心して遊べ、自由に交流できる子育ての交流の場です。子育てママ同士の仲間づくりや育児に対する不安を専門の保育士に相談できます。またファミリーサポートセンター事務所も併設し、子育て支援の拠点となっています。市内小中学校では市が独自に採用している基礎学力向上支援教員、特別支援教員、読書指導員が子どもたちの学ぶ意欲をサポートしているほか、自然体験活動、タブレットを使った授業など特色あるカリキュラムを取り入れています。これらの取り組みから全国図書館を使った調べる学習コンクールの入賞者数が16年連続日本一、毎日カップ中学校体力作りコンテストで毎年全国上位の成績を残すなどの成果を上げています。また市内小中学校すべての校舎と屋内運動場は耐震化工事を実施しており、子どもたちは安全で快適な環境で学校生活を送り、生き生きと育まれています。水と緑あふれる袖ケ浦公園は年間を通じて梅や桜、アジサイなどさまざまな花々が楽しめます。特に6月中旬には1万5000株の花菖蒲が美しく咲き誇り、その光景は圧巻です。冬には池に野鳥が飛来し、野鳥の観察スポットとして人気です。その他園内には袖ケ浦市郷土博物館やアクアラインなるほど館、旧新道家住宅などの展示施設があります。
袖ヶ浦公園の近くにある袖ヶ浦市農畜産物直売所ゆりの里は、地元の新鮮な野菜や米などが所狭しと並び連日にぎわっており、オープン8年で250万人を超える来場者が訪れています。道めき公園は野球やグラウンドゴルフなど各種のスポーツが楽しめる多目的広場や、ドッグラン、芝生広場、テニスコート、大型遊具、また夏季にはプールもあり、いろいろな世代が楽しめる公園です。袖ヶ浦海浜公園は目の前に東京湾が広がり、天気の良い日には東京湾アクアライン越しの富士山や東京スカイツリーも望むことができるほか、工場夜景の鑑賞スポットとしても有名です。また毎年氣志團万博が開催され、全国各地から大勢の来場者が訪れ盛り上がりを見せています。東京ドイツ村は四季折々に楽しめる花々、観覧車、子ども動物園など家族で遊べる施設がいっぱいです。また恒例のウィンターイルミネーションも人気です。袖ヶ浦市の米作はコシヒカリや千葉県の品種である草乙女を中心に栽培しています。早場米の産地でもあり、いち早く新米が楽しめます。袖ヶ浦市は酪農が大変盛んであり、酪農発祥の地である千葉県の中でもトップクラスの生乳の生産量を誇っています。袖ヶ浦市の園芸はハウスを利用した栽培が盛んです。鉢物のほか、年間を通じて花壇苗や野菜苗を栽培しています。肥沃な土地を利用して豊富な種類の野菜が栽培されています。大根、里芋、レタスは指定産地になっています。また落花生、さやいんげんも全国有数の産地です。袖ヶ浦市ではいちご、ブルーベリー、ぶどう、いちじくなどのフルーツ狩りや、さつまいも、落花生の収穫体験が楽しめます。東京湾に面した浦安市から富津市まで連なる京葉工業地帯の一角を担う臨海地区は、化学工業、鉄鋼業、プラスチック、洋業などさまざまな製造工業、漁業が集結しています。また臨海工業地帯の内陸部に位置し、上下水道、工業用水、高圧供給が可能な電力、都市ガスの設備を備えた袖ヶ浦椎の森工業団地は、第1期で17ヘクタールの分譲を行い、物流業や製造業などの12社が操業しています。現在第2期の造成を行っており、分譲面積は約32ヘクタールの広さです。分譲開始は平成29年度からを予定しています。袖ヶ浦駅の海側地区では区画整理事業が進み、新しい町が誕生します。平成29年春には駅前に大型ショッピングモールのオープンも予定され、日常生活の利便性が大きく向上します。また近隣にも大型ショッピングモールがあり、買い物に大変便利です。袖ヶ浦市のご当地グルメであるホワイトガウラーメンは、酪農が盛んな袖ヶ浦の特産品である牛乳を利用したスープが特徴で、各店オリジナルの味が楽しめます。他にも袖ヶ浦市内には郷土の特産品を生かした食事、スイーツ、お土産などを豊富に取り揃えています。地元食材を生かした料理とスイーツのレシピを開発し、レシピブックを発行しました。全20品目の料理、スイーツの作り方とシェフからのワンポイントアドバイスが掲載されています。また食の魅力をテーマに、農業、商業、工業、観光業が一堂に会して袖ヶ浦マルシェ2015を開催しました。レシピブックに載っている料理の実演販売をはじめ、生産者による新鮮野菜の販売や地元商店の飲食物、特産品の販売などが行われ、市内外からの多くの来場者でにぎわいました。都心から近く、見どころも美味しいものもたくさんある魅力いっぱいの袖ヶ浦へ
ぜひ遊びに来てください。